こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、暑い日が続いていますが、はい、はい、そんな暑い日にも汗をかいても崩れないヘアレンジやってみました。今日も何も買っていません。寝起きからできるアレンジです。お盆の日でも使えると思いますので皆さんやってみてください。はい、はい、敷いていたらこれ使ったぐらいです。はい、はい、それでは動画スタート。あと女神フォームを使います。3プッシュぐらい出します。全体的につけていきます。耳の高さで分け取ります。左耳後ろの方に髪をまとめてゴムで結びます。結んだ髪をくるりんぱしていきます。結んだ髪の毛をバッカールで留めておきます。左側でまとめゴムで結びます。ゴムを少し下にずらし輪っかを作ります。上の髪の毛を下ろし輪っかの中に髪の毛を入れます。下の髪をくるりんぱしていきます。このゴムを下にずらします。下の髪の毛を2つに分けてこの髪の毛の上で結びます。結んだ髪の毛をくるりんぱしていきます。繰り返して下の髪の毛を2つに割って上で結びます。くるりんぱしていきます。毛先を全部結びます。ヘアアクセを使います。ゴムの上の部分の髪の毛につけます。上の部分を3ミリ幅で少しほぐしていきます。トップの部分もほぐします。夏に汗をかいても崩れないヘアレンジ、ぜひ皆さんやってみてください。さよなら。